今日は弦をちょっとね買いましてね、これがね今これ貼ってる弦、この弦はダダリオだったかなのニッケルブロンズっていう、弦でね、金色じゃなくてこう銀色してる、色の弦で、僕この弦割と僕は好きで、よく貼ってるんですけども、今回ねなんか安いアマゾンでこの安いねこれねこれ見えますかねこれ、これ3セット入りなんですよね。3セット入りで、998円税込みみたいな感じなんか激安弦なんですけども、なんかこうレビューを見てるとすごくレビュー良くて、ちょっとね一回貼ってみようかなと思ってね、でねこれ一応なんかこんなクロスとね、さらにこのピックまでついてきましたけどね、なんか大サービスやな、ね、ピックで弾くとねこうやかましいからね、夜中に今夜なんで、この夜中にこんなんで弾いたらもう大変な、苦情が来そうなんですけども、まあ今こんな音してるんですよね。まあこれねおそらく半年以上張りっぱなしかな、前変えたのいつだっけぐらいな感じの、1年は経ってないかもしれないけど、まあ、1年近く張りっぱなしかもしれないですね。で、これでもまあいけるんだけど、なんちゅうかちょっとこの死んでるっていうかね、こんな音してるんですよ今ね。君の時計を止めてみたい。ああ僕の時計はあの時のまま、風に吹き上げられた埃の中、二人の声も消えてしまった。ああ、あれは春だったね。という、吉田拓郎で春だったねという歌でした。この春だったねっていうこの歌ね、僕が一番好きな歌ですね多分ね、もう全ての歌の中で一番好きな歌を一つだけあげなさいって言われたら、僕多分この春だったねを春だったねって言うと思いますね、でもこの歌は歌うのが非常に難しいというね、まあ、この音ギターの音が弦を張り替えるとどんぐらいに変わるかっていうのをね、一回ちょっとねどんぐらいかかるか分からないですけども、はい、ちょっとねやってみたいと思いますね。今これここにチューナーがついてるんですけども、これを外して、とりあえずね、まずこのギターここに何も書いてないっていうね、謎なギターですね。でまあとりあえずのこれ弦を緩めます。弦をこう全体的にちょっとねダルンダルンぐらいまでこう緩めていく。この弦をねなんかくるくるくるって回すやつとかもあるんですけどもね、僕はそういうのはあまり使わない。なんか喋りながらねやろうかと思うんですけど、あれこれかどうかとりあえずこの
ダルンダルンにしてしまって、でこのギターはね、ここがね、あのこのピンで止めてるやつじゃないじゃなくて、このここを通さなあかんんですよね。ここを通さなあかんやつ、こういうタイプと、あとはあのこうピンで止めるタイプのやつもあるんですけども、これはあのここを通すタイプで、まあどちらがいいのかはよくわかんないですけど、ここ通すタイプなんでね、これこのままだとあの普通このピンのやつだと、ここピンをこう抜くと、これがバサッと外れるんですけど、これあの抜かなあかんので、とりあえずこう切ります。こうブチブチと切っていきます。もうこの辺からね、はい、これで切って、でこれを外していくんですね。こういうね、よいしょ、でこれはちょっとこっちこの辺に置いておいて、ほんとこっち側が抜けていくのでね、弦を変えるのはね、でもやっぱりピンで止まってるやつの方がおそらく変えやすいですね。で、これをちょっとこう丸めて、ちょっとこうバラバラってならんようにこうできるだけこう、ちょっと丸め方がちょっと小さすぎて、もうちょっと大きめにこう開いて、こうでこうバラッと広がらないようにこう丸めてしまって、でこれは不燃ゴミに出すというね。でちょっとなんかせっかくなんで、これちょっとね、この吹けないところをちょっとね、ちょっと拭いておく。これオレンジオイルってやつね。ちょっとこうこの辺をちょっと拭いておくみたいな感じでね。ここのね、ヘッドのこの辺とかもこう普段こう拭けないんでね、これね、ここにホコリが溜まったりするわけですけども、これね、この見えるかな、このフレットがもうかなりね削れててね、一回なんかあの調整しないとダメなんでしょうけどね、このギターね。結構でちょうどこの弦の下になってるところもこれね、普段吹けないとこうホコリがたまるんでね、ちょっとだけあの気持ちだけちょっとね、真空パックみたいになってますけども、もう6本そのまま束ねてやるっていう感じで、ここのボールのところがなんかダダリオみたいにこの色付きのやつになってますね。
どれが太い弦？これは、これは1、2弦。どれが太いやつ？これなんか書いてある？あ、一応ここにこの色、色のあれでね、ここに色、色分け、色は見えるかな、うん、ここの色、色分けしてあって6弦がこの金色でみたいな、この6弦が金色で通さなあかんのかな、このめんどくさいんですよね、これね。ダラダラした動画になるかもしれない。ちょっとサクサクできたらここがね、これをここのこのブリッジのところに上げるのが、なんで、4弦が黒。上がらない、上に、よいしょ、で、で、で、当たった、一弦細くて見えない。いいんですよね、これね。結構なんか早い人は2週間ぐらいで変えるとかいう人もね、なんかたまにいますけどね。よくあの弦の寿命はどのくらいですかみたいな、なんかで聞くと、僕は2週間で変えますとかね。なんかこの辺の脇がここなんか雑だな、すごい。まあいいか。まあ。ここまでやってしまえば、まあまあ、まあ、あとは。あれ穴どこ
ここか。なんかね、最近目が見えなくてね、これ。あれ？あれ？どこ？ここ？あれ？あんなどこにおるの？ここやな。ここやな。ここやな。これね、ここの巻き方ってなんかあのいろいろあのなんかマーチン巻きとか言ってなんかここでなんかこう縛るようなやつあるんですけど、ね、それするとね、今この弦外した時みたいに外す時が大変なんですよね。だからもうそのままだいたいあのここの1個上のフレットの辺ぐらいよりちょっと上ぐらいまで。でこれを戻してここからこう巻いていくっていう。でここのねこの巻き数もまあまああのなんかこだわる人はなんか。あんまり巻かない方がいいとか、たくさん巻いた方がいいとか、まあなんか言う人もいますけども、適当です、こんなのね。あの、止まってれば損でいいっていうね。こういう時ね、このグリグリグリってやるやつがあれば多分もうちょっと早いんでしょうけども。で、まあある程度外されたら、まあ置いといて、ちょっと明るくして、あ、ここやな、ここか、あれすごく穴が分かりにくい、ここやな、ん？ちょっと戻して巻き出してみなんかこの弦どうなんだろうね。なんかレビューはねなんかすごく良かったんだけどね、なんかあまりに安いんでねこれ。前になんか3セットでね、なんか1000円以下ぐらいの安い弦をなんか買ったことがあるんですけどね、その弦はなんかチューニングができなかったですね。もう新品の弦のうちからチューニングが、最初からチューニングがもう合わないみたいなね、どうやってもチューニングが合わないみたいな弦でしたけどね。だからあまり安い弦っていうのもね考えものなんですけどね、これ
でもあんまり高い弦張ったところでそんなに変わらないとは思うんですけどね。まあそのまあ張るギターのとの相性みたいなのもあるかもしれないし、まあその個人のね、個人の好みみたいなのもあるんで、間違えてないな、一瞬間違えてんのかと思ったけど、間違ってないね。これ黙ってやってると、何のあれもない動画になるけどね、これね。まあ試しに、まあ後でちょっと見てみて、なんかあまりにもなんかしょうもなかったら、まあアップしなくてもいいんですけども、まあなんか弦交換の仕方とかいうね、多分動画もありますからね、今ね。今の時代は本当に何でもすぐにね、すぐに分かるよね。昔はね、昔はこのチューニングするのですらね、今こんなチューナーとかってなかったですからね。なかった、あったのかもしれないですけど、多分効果高かったでしょうね、昔はね。今はなんかもう安い値段でこのチューナーも買えるんで、音差使って合わせることもないんですけどね。あれどこにおるのかな、ここやな、すごい分かりにくいな。あ、でこの弦の張る順番もね、なんかこだわってる人はその細い方から張るとか太い方から張るとか、太い方と細い方を交互に貼っていくとか、なんかいろいろなんかそういうこだわりがある人はあるのかもしれないですが、僕はこうなのも適当で、まあ今たまたま太い方から貼ってますけども、弦の張り立ての弦の音ってなんかこのギラついた音がしてね、僕あんまり好きじゃないんですけど、でもそれも人の好みでね、それが好きだっていう人も多分いるでしょうし、なんかこう喋りながらやろうとはしてるんですけども、なんかつい黙々と作業してしまうという、これは弦の下へ下へってこう巻いていかなあかんので、この通した時にこいつをちょっと 上向けておくと、この下へ下へと巻けるんでね。これをちょっとこっちにね、こっちに引っ張り持ってやらないと、よいしょ。
弾かなくても結構大変なんですけど、これ12弦ギターとかだとこれの倍やらなあかんからね、大変なんですね。あの12弦ギターの弦変えようと思うとね、近いところがね、よいしょ、よいしょ、あ、なんかすっごい時間かかってる、すっごい時間かかってる。このね、このトースタイプのやつのこのメリットはね、あのポンって飛ばないことですよね。あの絶対外れないんでね。あのピンで刺すやつはね、あのちゃんとうまくやってないと、あのたまにポンって飛んだりするんでね、あれね、ちょっとこれでチューニングをちょっと、新しい弦というのはね、すぐにあの伸びてちょっと音が落ちるんでね、もうちょっと高めに、ここは D ね、 D まで上げで、多分このもう合わせた CD からこれ緩んでるんでね、
今はねこうやってこうチューナー見ながらねこうやって合わせるんですけど、昔はこうありましたよね、吉田拓郎の。あの吉田拓郎ファンで、ギターを弾かれる方はね、昔きっと練習したんでしょうという誰もが練習したんでしょうこれみたいな、ね、ガラスの言葉っていう 歌ですけどね。ピタッと止まるっていうね、これね前に貼ったこの安い弦はね、この針がねピタッと止まらへんのですよねなんかこうずっとこの触れてるみたいな。笑ってるよ白いワンピースの髪に落ちてゆく影、それは誰ですか。はい、ということで弦の張り替えが終わりました。で昔はねあのこのこういうビンって出てるやつをねそのまんまにしたりねしたもんなんですけどね、あの井上陽水とかよこんなこのまんまでこうギターガーってやってしてたんでね、あとこれはなんかこうくるっとこう丸めたりとかねあの流行りましたけど、今はあの僕はもう今日鬱陶しいんでね、こんなピロピロ出てるとね、なんで切ります。でこれを切るときにあの弦切ってしまわないようにね気をつけないとなんですけど、ということで、弦の交換が終わりましたので、またね、いろいろやっていきたいなとは思いますけども、はい、まあ、この弦、まあ、どんなもんかな、まあ、これからちょっといろいろ弾いてみて、いい弦だなとかね、もしあの割とそれなりに使えるような弦だとね非常におすすめですよね。とりあえず使える弦であればね、3セットで1000円なんでね、プラスこのピックもついてくるというね、このピックとこの、あのギター吹くやつギター吹くクロスもなんかおまけでついてくるという、ということで長くなりましたがこれで。